どうもこんにちは、ネムです。今回は初心者モダンで勝率が上がった立ち回り方を紹介します。今回の動画は初心者で基本的な立ち回り方を知らない人向けの動画です。自分は簡単なコンボとアシストコンボしか使えないんですけど、今回紹介する立ち回り方を知っただけで勝率が結構上がったので紹介したいと思います。今回の動画も初心者あるあると一緒で、後半でカジュアルマッチをしながら紹介できたらなと思います。自分はジュリを使っているので、ジュリを使って説明しますが、基本的に他のキャラでも役立つと思うので、よかったらご覧ください。まず一つ目がガード確認です。ガード確認が、立ち回り方かと言われるとちょっと微妙なラインなんですけど、個人的に結構勝率に影響したと思うので紹介します。これは本当に大事でめっちゃ勝率に影響します。モダにはアシストコンボという素晴らしい機能があります。が、落とし穴があります。それはガード確認せず使うと確定反撃を食らってボッコボコにされます。例えばジュリだとアシストコンボ弱中強全て最後まで出し切ると反撃を食らう可能性があります。弱は反撃できる技がかけられる上に反撃されることはほぼないので、初めは気にせずガードされても最後までアシストコンボを出してもいいと思います。っていうか自分は出しちゃいます。しかし中と強は初めにガードされたかを確認してコンボを出し切るか、途中でやめるかを選択した方がいいと思います。例えばジュリの中アシストコンボを使う場合は、初段でガード確認をしてガードされてるなと思ったら2発目でやめて、ガードされてなかったら最後まで出し切るといいと思います。ちょっと S1 が出ちゃったんですけど。で、逆にこの結構ジュリ難しいというか、アシストコンボ結構めんどくさいなって思うのが、このジャンプ中足コンボだったら2発目でガード確認でやめられるんですけど、これ立ってる状態だと2発目に出ちゃうんで、基本的にガード確認はめっちゃ難しいというか、自分はできないんで基本ジャンプで中は使ってます。アシストコンボは使ってます。今日のアシストコンボも同様に1発目でガード確認をして2発目まで出しちゃっていいと思います。で、それで3発目を出すと確定反撃で痛いダメージを食らうので、2発目まで抑えれば反撃されることもあるのかちょっとわかんないんですけど、そんな大きな隙が生まれるわけではないので大丈夫だと思います。で、これを気をつけるだけで敵からのめっちゃでかいコンボを食らうことがめちゃめちゃ減るので勝率結構上がると思います。で、逆に相手が確定反撃できる技がしてきたら、すかさずこっちのでかいコンボ、強アシストコンボとかを入れてあげましょう。後半のカジュアルマッチをするときに多分この確定反撃の光景が見れると思うので、その時また説明します。次に2つ目は起き上がりの攻め方と守り方についてです。基本的に起き上がりはダウンして起き上がる方が弱いです。正直いろいろなケースがあって話ちげえじゃんっていつかなると思うんですけど、混乱してほしくないのと自分もあんまり分かってないので今はこの認識で大丈夫だと思います。なので起き上がる敵に対して発生が早い技で攻撃するのがかなり強いと自分は思ってます。自分の場合だと起き上がる敵に対してよく弱のアシストコンボを入れたりしてます。他のキャラでもアシストコンボだと弱のアシストコンボが発生が早いと基本は思うので、それを使うのがいいかなと思います。起き上がりに相手が技を振ったとしてもこちらの方が少し早く動けるので有利です。例えばダウンリバーサルをしゃがみ弱パンチにして、自分も同じフレームのしゃがみ弱パンチを入れると、一回わざと食らうんですけど、発生4フレーでこっちも4フレーの技を振るとこっちが勝ちます。見てこんな感じで、基本的に起き上がりの方が弱いので、コンボを入れておくのがおすすめです。逆に言えば起き上がる方は基本的に技を振らないでガードしてるのが一番安全だと思います。なので起き上がりに対しての結論は、攻める方は技を振って起き上がる方はガードしてるのが一番無難かと思います。これが基本的な考えなんですけど、ここから読み合いがあって、基本的に起き上がりに対して攻める方は弱アシストコンボなので攻撃を振るか掴むか少し下がるシミっていう名前の選択肢技があるんですけど、シミというのは相手が起き上がりで掴みをしてきた場合などに強い立ち回り方で、相手の掴みの届かない範囲まで下がって起き上がりを待つことを言います。多分そ
そうだと思います。間違ってたらごめんなさい。例えば竜の起き上がりの設定を投げにしておいて自分がシミをするとこんな感じで確定反撃が取れるっていうのがシミという下がる強さですね。それでおすすめな立ち回り方が、起き上がりに攻撃を振って相手が食らってくれるようならそれを続けます。あ、間違えた。こんな感じでずっと相手が攻撃食らってくれるんだったらそれを続ければいいと思います。でそれを学んで、相手がずっと攻撃を置いてると多分相手も学んで、あ、ガードしなきゃまずいなってなってガードすると思います。でガードした時に強いのが、つかみの選択肢になっていて、わ、こいつめっちゃ攻撃振ってくるやん、ガードしとこうって時につかみをたまに入れるとめっちゃうざいんでおすすめです。で今度はつかみを、例えば柔道っていう、柔道っていうらしいんですけど、まあ、こうやって永遠につかみをしますと結構連続で、まあ、こんなやんなくてやんないと思うんですけど、まあ、やってて、わ、今度はこいつつかみしかしてこねえやってなった時に、相手がよくやってくる技っていうのが、無敵技を放してくるっていうのが結構多くて、例えば無敵技がないキャラもいるんですけど、ジュリだとこの対空の OD 対空、ゲージ使った対空で、リュウだとリュウだとこの昇竜拳、無敵 OD、ゲージ使った昇竜拳、まあキャラによって結構キンバリーとかが確かなかったんですけど、まああるキャラないキャラがあって、まあ、それは自分で見てもらって、まあ、それを使うと強いのがつかみにも、つかみだろうが、発生の古いこういう置き攻め、間違えた、こういう置き攻めにしても、つかみにしても全部勝てるんで、無敵技っていうぐらいで、なんで、でこれを結構出してくる可能性が高いんですね。これをやって、うわうぜえ、うわっていうあれで、角も抜けやすいし、相手にもダメージを与えられてめちゃめちゃ強いっていう無敵技があるんですけど、でも結構これリスクが、まあ当たり前に、まあ強い分リスクがあるんですけど、例えばさっき言ったで、何回も掴んでましたってやったら、なんか次なんか無敵技やってきそうだなっていう時とかが、まあなんとなく予想して、ちょっとガードで、あ、ミスった。掴んで、近くだけ行ってガードして待つとか。すると、これも確定。で、まあめちゃめちゃ痛いダメージを相手に与えられるし、まあやる方はやる方で、結構それは気をつけないと、痛い技を食らうっていう無敵技がありますと。なので基本的にその、最初受けてくれるときはずっと弱、やって起き上がりずっと攻撃を入れておいてガードしてくるなってなったら掴みで、めっちゃ掴みまくったら今度はまあまあちょっと待ってみるとかっていう選択肢の順番がいいのかなと思います。最初から放してくることは多分ないので、結構嫌がらせをした時とかに、まあ、相手イライラしてそうみたいな時に待つっていうのが結構強いと思います。基本この3つの、立ち回り、起き上がりに関してはいいと思います。逆に起き上がる方はずっとガードで基本いいと思います。まあ時と場合によってこれも多分変わるんですけど、初めはこの認識で大丈夫だと思います。でまあさっき言ったように相手が掴んでくるってなったら、まあ掴み返すとか、それで掴みで返す時に遅らせグラップっていう技があるんですけど、遅らせグラップ名前確かあったと思うんですけど、まあ基本的に簡単に言うと、起き上がり時、あ、自分が起き上がるときですね。起き上がるとき、ガードもできて、掴みも、掴み返せるっていう、すごいいい感じな技なんですけど、結構これ、自分最初めっちゃ使ってて、めっちゃ使いすぎちゃったりとか、結構、まあ、掴み、さっき言ったように、確定反撃食らってたんで、あんまり使うのが良くないなと思って、全然、最近はガードばっかりなんですけど、やり方は簡単に言うと、起き上がるときはガードしておいて、起き上がった後に、つかみをすることで遅らせグラップで、どっちも打撃もつかみもどっちも守れるっていう技なんですけど、投げってちょっ
ちょっと遅れて出しても弾いてくれるのを利用した技で、同時に掴まなくても、あの遅くても掴みは返せるっていう技なんですけど、技っていうかそういうシステムなんで、それを利用して、まあ最初はガード入れといて、起き上がる、掴んできた、掴む、ん？掴んできた、見てから絶対無理なんですけど、ダウンした後起き上がる瞬間ぐらいに掴みを入れておけば、まあ打撃だったらガード、掴みだったら掴み返せるっていう技になります。が遅らせグラップ、まあちょっと説明が雑なんで、それを習得したい場合はちょっと他の遅らせグラップのやり方とか調べていただけるといいと思います。でもこれはマジで言っとくんですけど、使いすぎると普通にめちゃめちゃ負けやすくなると思います。その便利じゃんと思って使いまくってると、まあ相手が、あこいつ掴んでくるなってなったら、シミで引いて強アシストコンボとかモダンな場合とかは入れやすくなっちゃうので、あんまり使うのは良くないかなと思います。まあ基本はガードでっていうのがおすすめです。はい、起き上がりの攻防についてはこんな感じです。ちょっとすみません、説明がダラダラとしてしまって、遅らせグラップあたりとかちょっとよく分かんなかったと思うんですけど、まあ基本は本当に起き上がりはガードで、まあずっと掴んできたら掴み返しぐらいがいいと思います。3つ目は対空です。モダンの場合対空がすごい出しやすい、ワンボタンで出るので、いつでも出すぞという気持ちでやると、相手を落としやすくなると思います。意識するだけで全然、出しやすさというか変わるので、はい、強いと思います。で、対空を毎回出されると相手はちょっと飛びづらくなるので、それだけでちょっと選択肢の幅が狭まって、戦いやすくなると思います。で、逆に相手が対空出せてないときは、自分が飛びまくって有利な状態で、アシストコンボなどを入れて戦いたいですね。こんな感じで、基本的に飛んでくる敵はもう全部落とすぐらいの気持ちでやると強いです。で、対空練習ってやつで練習できるので、このトレーニングの対空練習おすすめですね。で、さらに、あと、弾持ちキャラには限るんですけど、例えば、ジュリだと、弾を撃って飛んできた。飛んできたっていうか、もう飛ばせる？弾を撃って、相手に飛ばせるっていうのも、すごく強い立ち回り方だと思います。まあ、竜とかも誰でも、基本、弾持ちキャラはできると思うんですけど、弾持ちと対空持ってればできるんですけど、基本、弾って、まあ、パリでガードするのが一番いいって言われてるんですけど、多分。俺が見た動画によるとね、まあパリーするか、まあガードだと良くなくて、パリーするか、まあジャンプで詰めていくかとかっていうのが基本的な選択肢なんで、まあ飛んでくるときはこう対空で当てて、でたまにちょっとずっと相手がパリーしてくるとか、まあガードしてくるってなったら、まあ掴みとか入れると結構嫌がる動きだと思います。おすすめですね。で、実際に多分、後でやるカジュアルマッチでこの戦い方をやるので、ちょっと見てみてください。うまくいくかは限らないですけどね。で、4つ目がインパクトで、前回のストローク初心者あるあるでも言ったんですけど、自分のレート帯、結構低レート帯はとにかくインパクトが多いので、とりあえず困ったらインパクト、壁際行ったらインパクトみたいな感じで打ってくるんで、常にインパクトを返せるような、気持ち、インパクト飛んできそうだなって思えば結構返せるので、まあ、頭にないと全然返せないんですけど、対空と同じように意識するだけで結構変わると思うので、インパクトは常に意識しているといいと思います。結構意識していれば遅くても返せるんで、と言いながらミスったんですけど、まあこのインパクト返し練習とかで練習してみてください。まあインパクト練習でやったからって実戦で全然できるわけではないんですけどね。これ難しいんですよ。意識してないと返せないんで、まあ試合中は打ってきそうとか思いながら戦うのがいいと思います。でとにかく一番多いのが壁際で、例えば自分が壁際追いやられてます、でめっちゃコンボ、わガードガードガードみたいなしてるときに、そのコンボ終わり際とかでこうやってインパクト打つんですよ。で打つと壁際行ってバーンっつって、まあ、ガードしようが
ガード姉妹がどちらにしろ相手のコンボ食らっちゃうんで、でインパクト当てるとこの結構コンボとか入っちゃうんで、まあ、逆に強いんで打ってくるんですよね。だからまあそこ返せると結構壁際も脱出できて逆転のチャンスが生まれると思います。で後半のカジュアルマッチでそのシーン多分めちゃめちゃ見れると思うので、ちょっと返せるか分かんないですけど見てみてください。で以上が初心者モダンで勝率が上がる立ち回りの紹介でした。では実際にカジュアルマッチで今紹介したことを見せられたらなと思います。でまあここからバトル設定をどこだっけ、どこだ、あこれですね、マッチング設定から、まあ、カジュアル、あ危ねえ、カジュアルマッチオンにしてやっていきたいと思います。いや、これ失敗したくねー。こんな紹介しといて失敗したくねー。そして、全く知らないキャラ来ました。すいません、名前も知らない。まだある。で、まあ、まずは、弾を打って、飛ばせる。で、対空。そうですね。これ、もプラチナ隊でも通じるんだったらもう、対抗ですね。で、まあ、今のマグです。で、弾を打って、対空で飛ばせるとか。やべえ、このキャラわかんねえ。で、まあ、ジュリとかは弾を溜めまくって、なんか敵も弾溜めてねえ。いた。で、起き上がりは、基本、ガードの方が強いですね。で、ここ、対空。で、あとはもう、これも打っても、うわ、いたいたいた。パニカニやないかい。こんな感じで弱でも食らっちゃうんですよ。で、掴み。で、これで柔道。すると、離してきたりする。しない。さすが。で、飛んだら対空。これ確定技。これが、全然このキャラ知らないんですけど、まあ、あからさまに、うわ、こいつめっちゃスキルでかそうな攻撃してきたって時は、ガードしてたら確定反撃。で、自分もたまに、やべ、このキャラわかんねえんだよ、動きが。痛い、早いな。痛い。で、まあ、ガード。うー、しゃがみガードですね。これ確定。痛い、わかんないよ。まずい。で、つかみをすると、まあこんな感じで、隙がでかいんで、使いすぎは注意ですね。こいつ多分横に飛んでくんじゃないか。ほら、あ、間に合わない待って、体育が間に合わない。いって。やべ、わからん。頭もげる。ね、まあ1-1と。で、ガード確認をね、ちょっと、やりたいんで。痛い。ええな、おい。痛いな、これ。もしかして、あれか。負けるんか、おい。で、例えば今のは、ガードされなかったんで、そのまま続けておくて。遠いな。で、例えば、これとか。痛い。これ食らう？え、なにこれ、掴みなの？わかんねえ。ちょっとわかんねえよ。これ死ぬか。死んだんだけど、ガードしてたのに死んだんだけど。やばいな。あれ、べ、もういいか。あと、最近というか、一番最初知らなかったんですけど、ちょっと、マノンか。例えばこれも入ってるんで、まあ、そのまま打ち込んじゃうとか、ジャンプして、あぶぶ。で、壁はインパクトを打つと強いです。で、よって、そのまま、あぶぶ、コンボミスった。で、今打っちゃったじゃないですか。ガードされてるのに今打っちゃったんですけど、これは確定。敵が、知らなかったんで大丈夫だったんですけど、インパクト取ったからか。やったんですけど、あんま良くないです。いいだーい。ん？待って。痛い。で、自分今起き上がりガードしてなかったんで、ミスですね。マノンは突っ込んでくる気が多いんで、ちょっとむずいですね。痛い。おい、インパクト返せ、俺。
で、まあ、つかみ逆の方が強かった。で、まあ、常に体育意識。まあ、相手クラシックなんで、こっちの方が、てか、まあ、ワンの体育あるのかな知らないんですけど。あ、うざすぎ。で、うざかったらパナシムスト。これ出しちゃったやつダメっすね。出したらダメなやつっす。やばい。で、基本的にガード確認を押し寄せると負けます。これ説明するのめっちゃむずいかもしれない。で、基本ってなんかマノさっきからしゃがみが多いんで、うーわ返せなかった。マジで返せないんだけど、ちょっと待って。やばい、一番やっちゃいけないやつだ。むずいな。これ確定反撃で入ります。あ、これ出しちゃうね。うん、なんか突っ込んでくる技が。おお、やばいな、やばいよ。あー、これいいっすね、この立ち回りが。自分のガードが甘いんですよね。しゃがみインパクト、インパクト返すぞ。次こそ、次インパクト返します。もう明言する、インパクト来るよ。飛ぶよ、掴むよ。インパクト当ててたよ。これマジで強いな。やばい、むずいぞ。あ、間違えた。あぶね。やばい。飛ぼう。あ、飛べない。はい、インパクトを、まあ、意識できてないと、ああなります。あと、壁際のインパクトの数多分めちゃめちゃ多かったと思うんですけど、まあ、全部食らったんですけど、あれを返せると、勝率も変わってたのかなと思います。で、剣の方が、弾強いんで、あと最初撃ってくる人多いんで、これがめちゃめちゃ刺さります。痛い。今のはこっちの方がフリーフレームでしたね。あ、べべべ、これダメ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 。出しちゃうね。出しちゃうね。掴む。ガードしましょう。掴んできそう。ファーリー？ファーリー。あ、出し切った。なんかめっちゃ出し切っちゃうな。めっちゃ言い訳みたいだった。今日とか言っちゃったから。ごめん。うぐい。で、弾出して、うわそうだ。剣の昇竜拳の、あれは範囲が気をつけないと弾打つとしていきます。いらん。いらん。相手もモダンですね。やばい、出せなかった。インパクト来い。まずい。まだ死なない。まだあるよ。弾でしまくるか。これ確定反撃で当たりますと、うん、めっちゃパナされる。で、結構敵がパナしてくるタイプっていうのが分かったんで、
こんな感じで、あえて避けると。あ、離してこなかった。つかみに。これ確定ですね。確定技こうやって打ち込むと。やばい、自分も打ち込んだ。よし、いいね。で、竜巻旋風脚の距離が怖いんで。これでっけー。まあ、敵の傾向を読みつつ、あ、こいつパナしがちやって。で、基本的に打ってくるんだ、パリで近づいてインパクト入れると。っていうのが、多分、剣とか竜とかの弾強キャラはおすすめでパナしてくる。で、こう。基本的に近づくとパナしがちな時が多いですね。あ、掴んでくるやん、みたいなイメージをね、渡せるといいなって。で、やったんで、ちょっとミスした。これも確定。あ、ミスった！タイミングミスった！今のたまたま入った。あ、やばいやばいやばい。弾打って、インパクト打って、オッケーオッケー。うん、同じレート帯は助かるね。インパクト来そうだな。掴んで、負けだ。やばい、やばい。ああ。あ、ミスった。ちょっと待って、俺はコンボミスった。オッケー。で、掴む。まあまあ、つこうですね。相手の傾向を知りつつ。で、相手がバーンとなった時は詰めましょう。詰めた方が強いです。まあ、剣がちょっとあれなんですけど。バーンとしても強いキャラみたいなのがあるんで。あれなんですが。オッケー。で、基本的に壁際にやりたいんで。あ、もったいね。なんか今、変なことしてた。ガードして、掴みが来ると。で、掴み、オーラッキー。で、ガードされても、インパクトが強いんで、おぉ、ミスった。バーン。みたいなね。離してくると思った。で、ずっと壁際にやれるといいですね。うわ、やりすぎ注意っすね。な感じで打たれます。で、バーン途中、インパクト返せないじゃないですか。その時に SA を使うのがおすすめっすね。ちょっと待って、落ちなかった。あ、ちょっとミスったかも、これ。あ、入った。これ、今のめっちゃ良くなかった。ガードされてると思った。インパクト時に SA で返せると、まあ、便利かなってなります。間に合うことこれひどーい。うーわ、間に合わないというか、確かこれできないか。オッケー。まあ、自ら壁行くのは良くないですね。やばい、バーンとしてしまった。だが一斉がない、まずい、痛い。バーンとしてる時こそ個人的に弾振り、体育は強いと思いますね。うわ、強すぎる。それはしんどい。あ、やっべ。これは自分が下手くそすぎます。すいません。こんな感じでコテンパンに負けてしまったんですけど、以上が、初心者モダンで勝率が上がった立ち回り方の紹介でした。よかったらチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。じゃあ。